富安の方がジンチェンコよりも取るべきポジションやっぱ取ってくれるな。あ、富安だったんだ、今ちょっと。赤アーセナルだとして、このビルドアップの時にライス降りてくるでしょ。そうすると、ここいなくなるじゃん。で、ここまで降りてくると、今度富安ここ取って、これでさ、後ろ選手運んでくるときに、富安そのままラインか入るよ。これがジンチェンコだとジ、ジンチェンコもずっとここいちゃったりして。これがね、富安だといいなって思うところですね。いや、ほんと、ストレスないよ、マジで。今もそうだったね、ポイントしっかり立って。 でミヤがいいとこ立つから3人引きつけてこのライン間が開くっていうあもう決まったんじゃないこれああ今見た富安の立ち位置がさちゃんとポイントのところボールホルダーの斜め後ろ立ってそこの中間地点いるから他の選手も引きつけてライン間が開くのよあれがジンチェンコだと低すぎる高すぎるいないが起きるからうまいんだけど上手さを発揮できる状況に自分を置くのが苦手なんですよ苦手というか富安が上手すぎて富安がもう95点とか100点だとしたらジンチェンコ70点ぐらいなんですよそこは70点もない気がする 俺も言った後何十点あるかなみたいな思いながら喋ってるけど。さあ、ライスが降りてきてもヤスが入ってくれるから助かる、マジで。ライスが余計なことしても余計なことにならない。<laughs> 意味あるポジショニングになる。マジありがてえ、ヤスのおかげで。ライスが勝手に降りてくるけど、ヤスがハーフバイタル取るからなんとかなるっていうね。本当はライスがね、ポイントからも降りないでほしいんだけど、もう仕方ないから。ライスは降りてきちゃうから。こういう時にちゃんとオーバーラップしてても、 優位になんないから後ろ作ってあげてるじゃんこれのおかげで逆サイド触れるんだよでもバカな改正者はここでオーバーラップしない富安のことを攻撃的じゃないって言い出すからだから富安は本当にねこのポジショニングに関しては世界一なのよ間違えない力上手すぎてトップしてやらされてんのなもんなでそれできるからな今みたいに今のもすごくない <laughs> 負け物ですよこのだって日本代表でセンターバックやっててさアーセナルで左サイドバックやりながらさボランチを降りてきすぎるからトップ下やるんだよ とんでもなくないそんな選手。首振って半身でうまっ富安トップした。<laughs> そうだね、沢村君これでね、富安がアシストしたりシュートしたらね、え、富安って、ジンチェンコより攻撃できんじゃんっていう風になったらいいもんね。あ、ここ。ちゃんとカバーいって。うわー富安頑張ってくれたいや、マジで結果に繋がってほしいね。しっかり間入ってきてたのは分かったから。 普通ならこれね、曲がりゃんが絞るんだけど、冨安がオッケーみたいな感じで言ってるから、曲がりゃんも冨安ならっていう任しちゃったのかね。全然任して良さそうなあれだけどね。